関節鉄道八原形。後方に連結されているのはブレーキ板。改装後の鉄道作業局九百九十型は、かつて日本国有鉄道の前身である鉄道院、鉄道省に在籍した蒸気機関車である。八百七十二年、日本で最初の鉄道開業に際して、イギリスから輸入された蒸気機関車の形式重量中の1形式で二両が、 輸入された。1871年、ダブス社製である。動輪直径は 1371mm、車軸配置2から4から0で2気筒端式の飽和式タンク機関車である。便装置はアラン式、安全便はネーラー式。蒸気ドームは設けられていない。運転台は前面のみに風除けを設けて、側面と後部は開放されており、屋根は 細い交換によって指示されていた。本形式は同時に輸入された他の機関車に比べ非常に得意な形態をしていた。側水槽は長さは先はの後部から第二道輪の後部にまで、高さは道輪中心付近からボイラー状態にまで達する巨大なトランクのようなものを装備しており、この側水槽の上部後半を船底形にえぐった形でタンクを設けていた。 また、タンク機関車でありながら、バーンと称する、有害者型の関係者を後部に従えており、あたかもテンダー機関車のような外観であった。蒸気機関車研究家の川上幸義の調査により、本形式は2両を背中合わせに連結した総合機関車として製造されたことが判明している。ただ、総合機関車は、主に公売船で使用されるものであり、その性格上、 動輪を小さくし、軸数を多くするものであるが、本形式の軸配置は2から4から0であり、なぜこのような総合機関車が製造され、平坦な、景品関用に選定されたのかは、全くもって不明である。ただし1870年のザ・エンジニア氏には、日本の鉄道においては、フェアリー式蒸気機関車の使用が適切である、とする論評があり、これとは、無関係ではないと思われる。 また、製造番号は製作所側でも、使用者側でも2両であり、この点もまた不可思議である。また、排気管をバタフライ弁で塞ぐ一種の反圧ブレーキを装備しているが、手ブレーキを装備しておらず、戦術の番にのみ手ブレーキが設けられていた。そのため、単独で運行する際には番を連結する必要があり、背中合わせで運行する際にはどちらか一方の、 機関車の半圧ブレーキを使用することとなっていた。また、機関車2両に対し版はなぜか1両のみで、バンのブレーキ用以外の用途については、現在に至るも判明していない。連結機は、ダブス車特許の特殊なもので、台枠からかまぼこ型に飛び出した台上の干渉機を2本の交差するリンクとピンで連結したものであり、片方の干渉機は台枠に固定されているが、 もう片方の干渉機は、カーブの際に、大枠に沿ってスライドするようになっており、さらに予備のピンリンク式連結機が設けられていた。総合機関車用に特別に設計されたものであったが、不可解なことに、機関車全部にも取り付けられていた。このように、得意で奇妙な形態をした本形式であるが、使用開始後半年ほどでバンを取り外して、機関車一両で使用できる、よう、 機関車に木製周の手ブレーキが取り付けられ、特殊な連結器は通常のネジ式連結器に交換している。それに伴って運転台後部を4 8 2ト、mm、ル延長して出入台を設け、後部に火災受けを取り付けている。さらには早くも1895年も及び1897年に原型をとどめないほどの大改造を新橋工場で施行され、 改装後の120型に似たおとなしいスタイルに変わっている。ボイラー中心高さを 83mm 引き上げ、台枠は第1道輪と第2道輪の間で切断され、軸凶を 559mm 引き伸ばしている。特徴的な側水槽も小型のものに完全に作り替えられ、デッキを車体全長に通してその上に乗せられている。その他、運転室、煙室、 蒸気ドーム、砂箱、ブレーキ装置に至るまで徹底的に改装が行われた。ボイラーも心臓のものに交換され、使用蒸気圧がより高圧になっている。さらに、便装置はスチーブンソン式、安全便はラムズボトム式に変更されている。この改造の規模から言って、本形式は、 実質的に1895年及び1897年の2回にわたって廃車され、その大枠と走り装置の一部を流用して、台車心臓を行ったと見る方が実態に属していると言えよう。1909年版形式図による改装後の所言を示す。1872年、日本に来着した本形式は8、9と命名され、景品館で使用された。 1876年には、東部の機関車を奇数に、西部の機関車を偶数とする改版が実施され、8は11と改版された。特殊な形態ゆえ、当初の使い勝手は、決して良くなかったようだが、徐々に克服され、1885年6月末の走行距離は、9は236,945 1 2マイル。 11は20万7007マイルで、シャープ・スチュアートや A ボンサイドと比べても遜色のないものであった。1894年に D 型に類別されている。1895年には9が、1897年には11が前日の大改造を受け、形式は AI 型と改められた。1898年の改版では A5K に類別されている。 その後、一時的に、大湯本線で使用されたこともあったようだが、ほぼ、京浜間で使用された。1909年、鉄道国有法の施行を受けて制定された、形式称号規定による改版では、形式は190型と定められ、新番号は190、191となっている。本形式は1911年10月20日付で、微細鉄道に払い下げられ、 同社の母型となったが、1927年に廃車となった。保存者はない。ありがとうございます。